い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速イモミの館へ、うん、めっちゃ見られとった今いらっしゃいませ。リラクゼーションさん、イモミの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は前にも言ったピンクローズ村と花の妖精になれるピンクローズ村が更新したらしいので、また見に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら、一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ピンクローズ村に出発。はい、ピンクローズ村に到着。冬だよ、冬だよ。夢の世界へようこそ。あなたは今、ピンクローズという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のピンクローズの世界をご堪能あそばせ。今回来たこのピンクローズ村、まあ前にも来た花の妖精になれる村なんやけど、更新前の10年後の世界になってるらしいです。このね、冬景色、雪の中咲く花たち、強いっすね。強いっすね。さあ、そして着替えていこうか。あ、そっか、ボーイ、ガール。よし。花柄のワンピース。よいしょー。じゃあ着替えて、違う。着替えていきます。じゃーん。寒。寒。絶対寒いやつ。でも私働きよるときの制服とかはさ、なんか長袖と半袖渡されるけど、私は一年中半袖です。ついさん、プロジェクトリーダーのついです。プロジェクトリーダーになってる。マジか。え、プロジェクトリーダーになってるんだけど、すごくない？あれだよ。ついさんはね、10年前、真面目な OL だった。ついさん、やっぱ真面目にコツコツやってるといいことがあるんだね。はい、そしてこのね、シンプルな家具たち。え、でも家具ちょっと豪華になってる？それでもやっぱり。節約。もうちょっとほら、リッチなもの食べたりとかしてもいいと思うんだけど。どうかしら。ね。もっといい生活しなよ、プロジェクトリーダーになったんだから。はい、そして2階はこんな感じで。この絵は、魔法少女的な感じ。魔法少女的な感じかしら。プロジェクトリーダー。家でもなんかしよったりとかするんかな、いろいろと。まあ家で全く何もせんとかいうことはないか。仕事でね。持ち帰りの仕事とかある人って大変そうやな。ピシッとした格好してるね。プロジェクトリーダーさん。ほう。ちょ、待って、道のりに。道に沿っていこうか。冬場滝の近くとか絶対めっちゃ寒そう。ねえ、やばいね。やばいね。向こう側に行くにはこっちから行けばいいのか。これは、石か。水かなって思ったけど。石畳とかそういう感じ？はい、そして2軒目のお家。2軒目のお家の住人さん、いない。家の中か。お邪魔します。ほ、家の中にもいないぞ。
家の中にもいないけど、ここ多分村長さんの家じゃないかしら？違う？あれじゃないの？シャーロット村長のお家ではないの？ピンク大好き不思議ちゃんな。相変わらずピンク大好きは変わらないということ。まあ、だいたい変わらんか、好きな色とかって。私も小さい頃からピンクは大好きやけんね。何かとこう、やっぱ欲しいもの、可愛いって買ったらピンクになるけんね。ちょっと意識的に違う色とかを買ってみたり。あ、そういえばこれ。ね。夢見でやってきた人に用意されとる服もピンクやん。はい、そして地下へ。地下くらい。地下くらい。それでもやっぱりピンクに溢れている。このピンクの空間でこの明かりつけたらちょっとすごい怪しげな幻想的な感じになるね。え、村長さんは一体どこへ？お散歩？きっとその辺にいるはず。あ、いた。ゆっくりしていってくださいね。ピンクに黒を合わせてくるというこのシックな感じ。よき。よき。ピンクと黒の組み合わせはね、好きなんやけど、家に入れてみる。好きなんやけど、服で組み合わせることがないんよね、なんか。ん？どうも。ついさんみたいになりたいな。あきとくん。プロジェクトリーダー？プロジェクトリーダーみたいになりたいって。でも、10年前はね、一人暮らしし始め、したての男の子やったけど、もう一人暮らし10年目に入るけんね。いや、もしや結婚しとったりとか。ああ、相変わらず一人暮らしっぽいわ。ちょっとほっとするけれど。ちょっとほっとするけれど。え、でも別にね、バリバリ仕事できる感じ、漂ってますけどね。え、これデスクワークしよるわけやろ？素晴らしいやん。ここでパソコンいじ、カタ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 いじって、後ろからも電源消せた。で、ここでメモを取り、そしてここできっと取引先の人に、ちょっとなんか電報を打ち寄ったりとか、メールの方が早いとは思うけれど。最近会社の会議とかでも LINE とか、ね、会議というか連絡事項とかでも LINE とかあったりするもんね。はい、そして最後、家の中かな。お邪魔します。あ、どうも。どうも、ネルさん。どう？オズっぽく見えるかな？ま、ここ、10年経っても相変わらず。10年経っても相変わらず、アニオタでコスプレイヤー。良きだと思う。そして、10年経っても変わらないスパークへの愛、素晴らしき。素晴らしきだよ。祝う。祝え、なんとかなんとかの誕生を、みたいなやつね。壁に飾ってあるのもコスプレ用の服ということでしょう。そう、あれないよね。メイドさんのコスプレとかやってみたいなーって、高校生ぐらいの時にみんなと話してたんだけども。あれないよ。あれやん、最近っていうかもう前からやけど、プリクラ撮る？プリクラー、ん？プリクラ撮るときにさ、コスプレして撮れるような感じになっとるやん。そして上はこのね、乙女チックさ全開の。下も乙女チックさ全開にしたらきっとめちゃくちゃモテモテになると思うんですけども。めちゃくちゃモテモテになると思うんですけども、ね、こんなに可愛いお部屋に住んでいるというのに、なんかもう入り口入ってすぐ、お客様に一番最初に見せる場所が、あのお部屋。刺激が強すぎる。ね、めっちゃパンチ効いとる。超絶パンチが効いている。そしてちょっとなんかゲームセンターっぽくなってきてる。太鼓の達人やん、太鼓の達人。どんどんと。
なんか最近さ、あれじゃない、太鼓の達人のさ、なんていうの、麺の部分が盗まれる事件みたいなのが、なんか多発してるけど、気づかんもんなんかな、盗まれよるときに。でもなんか逆にね、そんな大げさなものを盗んでいこうとしよるのを見かけたら、ちょっと怖くて声かけれんような気がするけど。絶対正気の沙汰じゃないやん。確実にちょっとなんかね、危ない人たちやん。ってなりそうな感じはするよね。なんか持っていきよるところを、監視カメラの様子とかで見よったとしても。で、絶対バレるもんあんな。多分、監視カメラの様子見て、戸惑うと思うわ、私。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか、こう、自分が作ったキャラクターとか、そういうのの、何年後みたいなの、想像できるってすごいよね。でも、キャラクター考える人って、自分が考えよるっていうよりも、キャラクターが勝手に動いてくれるみたいなことを言う人が多いような気がする。